日本ハムのレイエスが球団新の25試合連続安打を続ける中、セイミアも負けじと8月20日ロッテ戦から自己ベストの13試合連続安打を継続中だ。連続安打中の成績を集計すると52打数22安打、打率423の大当たりで3本塁打、12打点をマーク。今季の通算打率も302まで上昇し、初めて3割台に乗せてきた。 6日夜のオリックス戦でもそのバットに期待がかかるが、今季のカード別打率を見るとロッテ戦、357、楽天戦、351、西武戦、313、ソフトバンク戦、297に対し、このカードだけは161と大苦戦。連続安打継続中の勢いで、これまでの結果を覆す活躍を見せられるか注目だ。